をかざして水平線をたどっていた。この光はどこまでも照らせる気がしてるんだ。まだ見ぬ新しい世界を繋がってく仲間を。ゼロの可能性を一にするのは小さな勇気と笑顔さ。少年が口ずさんだあの歌が胸立つ。芸の一門の夜のたわむれ。はい、3月12日初回放送の芸の一門夜のたわむれです。はい、お願いします。あの先日ね、まあ、放送の曜日が、まあ、火曜日か土曜日かどちらか一つになるっていうね、あの話をしたんですけども、もう一つね、はい、ちょっと残念なお知らせなんですけれども、あら、今毎週更新ということでね、毎週毎週あの新しい番組を更新していったんですけども、まあ、ちょっとこうスポンサーがつく関係上ですね、4月からは月1更新ということになるんですね。なるほど。ですから、まあ、例えば土曜日に第1回の放送をするとしたら、その土曜日に、第2週、第3週、第4週と、まあ、同じ内容が、まあ、再放送されるということなんですよ。まあ、ちょっと残念ではあるんですけれどもね。まあ、これ、やっていく中でまたね、スポンサーが増えていくとね、更新が増えていくんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、まずは、まあ、月1更新ということで。どうなのかな？その、まあ、月1回更新っていうのは、どんな感じで番組をやっていくといいんだろうかね。どうですか？鵜飼くんの番組は今回、ほら、噂話。はいはい、終わっちゃったんだけど、あれは、はい、月何回更新してたのかな。半年前までは月2回更新だったんですけど、はい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 、去年の10月から月1回更新にしてましたな。ああ、なるほど。まあ、これ4月からの夜タワーと一緒ですわ。あ、そうかそうか、うんうん。どうなの、月1更新でもなんとかいけるもんなの。まあ、皆さんありがたいことに、うん、忘れず、まあ、毎週放送はされてるので、うん、投稿いただいてる方はちゃんと月1でも投稿いただいてるので、それでもありがたいなとは。じゃあ、もうこの番組の常連の方々は、まあ、最初の放送とか2回目ぐらいの放送を聞いて投稿してくれるような雰囲気なわけね。ね、ありがたいなと思います。ありがたいですね。一応毎週再放送があるから、まあ、皆さん聞き逃しなく聞こうと思ったら聞けるのはいいとこかなと思いますけど。そうですよね。うん。どうですか、この、まあ、この収録タイプと、まあ、今ね、鵜飼くんは、4月からも生放送を続けるんでしたっけね。そうですね。うん、あれは水曜日の夕方？水曜日の夕方、3時半から5時なんですけど、うんうん、まあ、私は2週間に1遍の。そうです。第1週、第3週だったよね。はいはいはい。うんうんうん、あれ、1時間半番組？ 1 時間半ですね。おい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 。うん。で、タルトさんは月曜日の朝。ね。そうです。8時から。はい、あれ、55分番組やったんかな？ 55 分ですね。ね、はい。うん。はい。どうですか、その収録と生とってなんかちょっと違いあります？タルトさんどうですか？やっぱり生の方がですね、こうなんていうか喋りやすいですね。気楽に喋れるよ。気楽、はい、気楽なんだ。本当に。これはもう見たら本当に掛け合いですから、もう話をしてる。ああ、そうかそうか。一対一っていうのもあるよね。一対一だから、はいはい、振った時に誰が答えるって決まってるからね。そう、その辺が全然違うんじゃないでしょうかね。一対一でやる受け答えができるからね。あれ、完全に鵜飼さんのように一人で喋るとなるとちょっと結構辛いと思います。鵜飼、ね、君の番組は一人だもんね。そうですね。基本ね。それでもやっぱりあれですか、生と収録だとやっぱり違います？そうっすよね。だから、まあ、生だと一回送っていただいたのに答えて、またそれに送っていただけるので、まあ、
盛り上がりやすいは盛り上がりやすいですね。リスナーさんのそのレスそうポでンす。スにすぐ答えられてって、それにそうまですた反ね。応ができるっていう、そうですそういうね。のができるから、やっぱり生は生で面白いとこあるんだ。面白いは面白いです。タルトさんに僕は生で気楽にはできないです。それはやっぱり一人と二人での掛け合いっていうのは全然違うと思いま違すよ。うんですよ。タルトさんの場合、一緒にやるメンツで違うんですよ、多分。僕らとやるときと、上田遥さんと一緒にやるときで多分テンション違うんですよ。やっぱりこう自分の中でこれ以上喋っちゃいけないとか、ね、常識をこう決めてやってるんじゃない？と、やっぱまあ、り、やってる時間帯もそうだよね。多分この夜のもう、ある意味、タルトさん的には普段も寝てる時間帯だもんね。夢の中で喋ってるようなもんやろ？ この収録って。なるほど。だからね、問題発言が時々あるんですよね。で、よく朝ね、失敗してないなと思って。本当であれすはね。どうなの？やっぱタルトさんの中で、やっぱりこれは言っちゃいけないなとか、やっぱ頭の中で一回喋る前に整理されてるの？それ全くしてませんよ。してないの？お？え？で、もう、それこそ、で、口から出任せでで、任喋って。せ？じゃあ、出任そせ。れもしダかメしだて、ろ。それはダメだろ、出任たせまじゃたまうまくいってるってだなけ？ もしかして。まあでもやばかったらね、音量下げりゃいいからね。タルトさんがやべえこと喋り出したら、なんて言ってもう音楽かけちゃえば済むからね。だから、たぶん、はるかさんいつもタルトさんのボリュームのとこ持ってるよ、きっと。持ってます、持っいてつます。でも、持いつでも下げれるよってます、持ってます。ね。いや、僕も、下げれるもんだったら下げたいわ。全員の音量。ズーム会議のね、良さは、便利はいいんだけど、この人の声をちょっとこう、音量変えたり、ね、落としたりって、ミュートにすることはできるんだけど、それをこう、音量下げたりとか、するのは難しいよね。で、多分ね、ミュートは間に合わないんだろうな、多分な、その場合。タルトさんのミュートのところにいつも、カーソルをつけといて、いつでも押せるようにしとけばいいのかな。ね。でもポで、チッとね、いいようにしてちょっます。とちょっと試しにた、あの、タルトさんなんか変なこと言ってみてくださいよ。いやー、どうですかね。今度の話は。今ミュートだった。いいね。タルトさんミュート解除してください。今度の話はですね、今度今、の話は、人が出てくる話なんですよ。人が出てくる話。これがいいもうんで一回言い直したらミュートの意味ねえじゃん。す。生放送やります？一回やりたいね、生ね。本当夢はね、本当その深夜時間帯に生でやりたいね。なんかそういう日作ってほしいな。ないのかな？なんか一晩中メンテナンスしなきゃいけない日とかあったらね。その日に、なんか今晩はちょっと皆さん起きて生でちょっと投稿してくださいよみたいな日があってもいいかなと思うんだけどね。いやでも夜たわ生放送は怖えな。怖いかな。怖えな。だからもうすかさず、もうブーって押せる、ものを手元に置いといて、もうやばい発常言があっに。たらブーってやるといいよね。トークなんかどう？これから月1になるとしてね。なんかこんなことしたらいいなとかいうのはあります？そうですね。やっぱりそのね、トレンドの話は外せないと思うんで、その先月に話題になったこととかを、まあ、しゃべ、ね、話すっていうのは、結構そのタイミングは結構肝になると思うんですけど、まあそういうのは続けていったらいいかなと思います。大きな行事ね。行事ごとと行事とね。いうかね、ちょっと流行り事とかね、そういうことをね。5人いますからね、だいたい少なくとも、年に2回ずつ何かこう、ちょっと担当を決めてさ、タルトさんのお達者クラブとか なんすか、タルトさんのお達者わかクりラたブ。し、いえいえ、それすごい聞きたいわ。何のコーナーなんですか。死ぬ前に知っておくべきことシリーズとかね。あとやっぱりちょっとグルメコーナーもあっていいよね。グルメグルコーメ。ナーって。だから例えばさ、5月の放送までに4月中にみんながそれぞれ、違うラーメン屋に行って、ああ、新居浜市で、どこのラーメンどうだったかとかさ。
なんかそういうのをやるとか、今月のカップ麺とか。今月 カップ麺 5月はこれを押しますみたいなね。とっくんさんやったらペヤング尽くしじゃないですか。ペヤング普通とか、ペヤング大盛りとか。結構なサイ頻ズ度がで変ペわっヤてングるにだなりけまやす。みたいな。そうそうそう。いや、ね。でもね、いろい小ろ。林師匠の今月の家庭の状況みたい今週末も嫁円は、満に。ジャニーズのコンサートでいませんでしたとかね。まあ、プロ野球も始まるしね。ちょっと、いろんなところで出かけたりしますからね。そんなこと話題にしてもいいかもしれませんね。ということで、またね、リスナーの皆さんもですね、ちょっと4月からちょっと状況が変わってくると思うんですけど、こんな風なのしたらいいんじゃないかなとかいうアイデアがあったら、ぜひね、ああ、知りたい。お願い皆しまさんがす。何を知りたいのかを知りたい。お待ちしだかてら、ます。さっき打ち合わせの時言ってたけど、このもう収録してる様子を、もうそのまま生配信しちゃうとかね。やばい。ああ、ニコニコ動画みたいな。そう、もう集まってくる様子から。集まってくる様子から。ほんで、わあ、もうすタルトごい。さラジオっん、て、面バレしないのに、面がバレちゃう。メンバレしちゃう。あ、でもほら、ズームだとさ、顔を変えれるじゃん。アバターにしちゃうって言って、アバターにできるんだよ。やったことある？アバターにできるんですできるか？んだよ、これ。これは画像のとこ、あ、本当だ、アバター選択ってあある。るでしょ？だから、人形みたいに、することも可能なんだよ。ほらほら、あ、おお、こんな本当感じ、こだ。んな感じ。今ね、可愛らいしいウやいや、サ僕ギがもね。であ、いいなぁ。いいな、いいな。これからす。みんずっとなこ元れ。気？ いいよ。ちゃんといいね。女の子っぽく見えるね。いいですよ。なんですって？ いい今ね。何言った？これはね、まばたきしたらまばたきちゃんと反応するんだよね。あ、本当だ。ズームってそういうふうになってるんですよ。いい、いやいや、どんだけ喋っても聞いてる人分からんから。分からんことやってもいかんぞ。ね。だからそういった、収録を生放送しちゃう日を作っちゃうとかね。まあ、そんな、ちょっといろんな工夫をしながらね、やっていけたらなと思ってますので、ぜひ、リスナーの皆さん、何か、アイデアがありましたら、送っていただけると嬉しいです。それでは、ここからは、水木奈々さんの曲を聴いていただきましょう。ニューセンセーション。
水木奈々さんでニューセンセーションでした。それではここからは恒例の芸の一問の大喜利コーナー。はい、ここから鵜飼くんに司会進行任せちゃいます。はい、お願いします。大喜利コーナー、先に来週と再来週のお題を発表しておきたいと思います。では来週のお題を徳さん、はい、お願いします。はい、来週のお題はですね、つくしがにょっきり地面から顔を出しました、何と言いましたを考えていただきたいと思います。なるほど、つくしが一言、うんうん、例えばあー、やっぱりあったかい方が落ち着くし。なるほど、落ち着くしのつくしがかかってるんだね。いいね、かわいいかわいい、うん、はい、じゃあ続いて再来週をタルットさんお願いします。3月26日です。毎週でなく月1回の方がいいことを考えてください。あー、なるほど、ヨルターが月1回になるから ね、うんうん、ね、うん、今の話題ですね、うん、なるほど。例えば一問のお稽古会毎週やられると困るか。はい、答えます。そうだね、月1回ぐらいの方がいいかもしれないね。ドキドキしますからね、ね、稽古会の前の日、緊張するしストレスフルだよな。体には良くないかもしれないね。はい、じゃあ皆さんのご投稿お待ちしております。宛先はメールの方がローマ字、ヨールーターは @gmail.com、もしくは X ではハッシュタグ芸の一問夜のタームレをつけてつぶやいていただければ、こちらでご紹介いたします。24時間お待ちしておりますので、皆さんのご投稿、よろしくお願いします。はい、では今週のお題ですけども、575でございました。財布の575、早速、種ヶ手山根さん、ありがとうございます。やった、今回は皆さんの自然な笑いで受け止めていただき、めっちゃ嬉しかったです。あ、前回面白かったですもんね。うん、面白かったです。いや、大丈夫でしょう、面白いですよ、うん、種川手山根さんの。うんうん、はい、では、大喜利。さあ、芸の一問寄せのファン殺到。これ誰のファンかっていうとこよ。ね、ファンが殺到。最近でもね、タルトファンが多いよ。ああ、そうか、そうか、そうか。うん。もう、タルトさんの客がもう今、9割ちゃうんだけど。それはないか。はい、ケシャリンの影武者さん、あ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、せめて、いてよ、人よは、福沢さん。すぐ出てるから。もうすぐ砕けてっちゃうね。そう。すぐどっか行っちゃう。ねえ、そうなの。財布に入れた、あのやつが、なかなか、あの、居座ってくれないんだよね。うん。確かに。あれ、どうしたらいいんだ、縫い付けとったらいいのかな。取れないようにして。財布に鍵閉めとったらいいんですね。取れないようにしてったらいいんだね。はい、田舎の通訳さん。ありがとうございます。今回のネタ、お風呂で思いつきました。最近のインボイスとか複雑だ。ああ、複雑、ね、分かんない。分かんないって、もう今無視してます、私。さあ、ひょうえもんさん。ありがとうございます。さあ、脱ごう。イオンで裸、二人だけ。どういう状況なんだ。誰と誰が裸だ。なぜイオンだ。トラチロウさん。ありがとうございます。これね、鵜飼さんに寄せてということで、サキエルと碇ゲンドウ、フライミートゥーザムーンでどうよ。これは超字余りじゃん。超字余りだし、超マニアックだし。エヴァンゲリオン、ね、エヴァンゲリオンです、ね、はい、エヴァンゲリオンね、エヴァンゲリオントークで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ポンくんママさん、ありがとうございます。桜咲く、一浪したけど船出だよ。ああ、いいね、ね、一浪したけど船出ね、桜咲きましたよ、うんうん、そろそろね、そういう報告がいっぱい、そういう季節ですよね、時期ですよね、うん、うん、なるほど、ありがとうございます。玉蔵さん、
ありがとうございます。ありがとうございます。放送時間、再放送を前々回からしてみたら、本放送の後に前回の放送の再放送をやったらっていう意味じゃない？あ、なるほど。うんうん。ほうほうほう。リフレイン、ね、リフレインみたいな感じ。ね、うん。なるほど。ありがたいですな。ありがとうございます。うん。さあ食べよう。いい出汁出たよ。ふんどしで。ふんどしはダメだよ。それは。ふんどしはダメだよ。出汁が出てそう。まあ、よく漫画とかでね、あるパターンだけどね、うん、あるパターン意外とめちゃめちゃ美味しくなるんだよね、うん、漫画とかだとね、うん、番組が一門の結束のいい雰囲気感じます。お、ありがとうございます。ございます。うん、みっこさん、ありがとうございます。皆さんはどんな財布を使ってますか？視覚に障害を持つと支払い時にちょっと時間と手間がかかります。ああ、なるほどね。コインは手触りで識別できるのですが、一つ一つ確認する時間を短縮する意味で、コイン単位で入れる場所を区切った財布を使用します。おお、紙幣を触って識別する番号があるのですが、潰れていて役に立ちません。紙幣は難しいです。なるほど。確かにね、大きさ、あの大きさちょっと分かりにくいよね。やっぱりキャッシュレスはそういう人にも優しいんだろうか。あ、なるほど、うん、音を出してくれながら払ってくれるといいよね。うーん、ポーンってな、いくらいくらで残金いくらになりましたみたいな、なんか知らないうちには、なんかいくら支払われてるか分かんない。あ、分かんないな、ね、それはそれで困る、うんうん、なんかいろいろね、うん、役立ちそうな感じが。昔あのなんだ、10円玉だったら10円玉とか100円だったら100円玉ってこうカチャカチャって入れて、その場でシャカシャカシャカって出せるのあったよね、はい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 、あれかっこいいと思った。うん、あれかっこいいよね。うん。うん、はい、では、みこさん。ありがとうございます。はい。再婚で、茨の道を踏み外す。どういう状況なんですか、これ。茨の道。茨の道をさらに踏み外すって。踏み外す。ある意味、茨の道は踏み外して、あの、下手な道に行ったらいいんじゃない？あ、なるほどね。帰ってくる。茨の道から帰ってくる。そういうことかもね。なるほど、うん。いいかもしれない。ね、うん、はい、続きまして。貧民の貧民による貧民のための財布。3。すーげえネームだな、うん、札はなし、いつも小銭で膨れてる。あ、うん、キャッシュ頼みですね、このご時世。浜田さん、ありがとうございます。財布ある、急いで入れろ、懐にダメだっやばいやばい、それはいかん、おまわりさんに届けなさいそれはいかん。まあ、迷うのはわかる。うん。バレないかなっていう悪魔のささやきはまあわかるわかる。ね。うん、誰かね、はい。橋本屋さん。ありがとうございます。賽銭に祈りを込める富豪たち。ああ。いっぱい万札とか投げるよね。そうそう、ね。やっぱお金持ってる人の方がやっぱりそう、お金に対してシビアだっていうのはわかる。うん、お金は回るものって持ってるからね、あの人たち、うん、うまく回すのが上手だよね。そうですね、うん、はい、みーやさん、ありがとうございます。財布ある、いつも寒いよ、懐が。財布はある、ただ財布の中身がないっていう財布だけあるのね。財布はあるんだよ。あ、花道さん、ありがとうございます。さあ飲もう、いや、やめとこう、不意になる。落語芝浜より。芝浜のね、うん、なるほど、うん、さすがですね、うん、さあじゃあここで一問、ここからじゃあ、はい、はい、じゃあ徳さん、いきます。最終回、意味不な展開、腑に落ちない。あー、うん、連ドラとかですか。そう、ドラマとか最近よくあるのよ。あるそう、最終回でね、もういろいろのやつ回収せずにね、ええー、これどうやって終わるのって言ったら、この続きは劇場で。そうです。最近多いんだよね。うん、ああ、そうですか。うん、そうなんですよ。綺麗に終わらせてほしいね。ああ、うん、スッとね、気持ちよく。う、うん、はい、じゃあ続いて、小坪さん。はい。魚かな、イカもいいよね、フライなら。
家庭的なアピール。フライ好きよ、イカのフライ大好き。ね、イカリングとか。イカリング食いて、あ、なんか食べたくなった。白身魚とかも捨てがたいんだ。そうですね。はい、いいわ。はい、じゃあ、これっしょ。はい。西郷さん、維新の後に噴火した。おお、かっけえ。まあ、歴史好きですからね。初めて知りました。きれいきれい。いいですよね。まあ、幕末ってなんか、いろいろロマンありますよね。ありますね。あのね、うん、それもね、なんか歴史ってさ、僕ら習った頃とだいぶ違っててさ、実はこうだったみたいにね。そうですね。そう。あ、だから新しい新説が加わってたりとかすると、うん、それまたチェックすると面白いんだな。うん。うんうん、はい。では、最後、タルトさん、お願いします。はい、では、いきます。さすってね、いじってみてね、二つとも。何じゃそれ何それ2つは何だ何と何の2つだよみたいな桜島が2つかまあまあまあタルトさんらしく、まあ、ここで発散しておいてね、うん、そうね朝は朝タルトで真摯なタルトでバランスをとってもらって、ね、はいありがとうございます、それではですねまああの毎週のね、更新は3月いっぱいですから、あの、また来週っていうのも、もしかしたら、ね、あと何回かですよ。また来月ってなっちゃうかもしれないですからね。うん、そうですね。言えるときに言っておきましょう。では皆さん、はい、また来週また来週